はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのは、災難探偵サイガ、名乗できない怪事件ということで、これよくわかんないんだよね。メーカー名も聞いてもよくわかんなかったけど、とりあえずで、ね、公式サイトは見つかったので、こちらね、はい、どうぞ、ということで。ちょっとね、まだパッケージデータがわかんないんで、見てないんで、サイト、いろんなところで見て見つからないんで、まあ、よくわからないんですけど、ただロゴはね、こう思い切り出てるんで、ね、ロゴだけだったっけ？本当にロゴだけなのかな？ああ、出た。うちのパソコン調子悪くて絵が出なかっただけなんで、ロゴ。ちゃんとロゴに行って絵もちゃんと載りますね。はい、ということでこちら。はい。災難探偵、災が名乗できない怪事件。ちょっと絵柄のタッチがね、ちょっとやっぱりこう、ちょっと B 級感があるんだよな、個人的に思うところが。はい。ということで、公式サイトは昨年からあったみたいですね。はい。ということで、ストーリー、いきなりストーリーから来ますが、これは災賀町でいいのかな？災なき町？わかんないな。災なんだか町は、災難町？災難町でいいのかな？じゃあこれ。災難町？史上最悪の、災難探アドベンチャーゲーム。まあ、いきなりゲームはアドベンチャーというのはわかります、ね。あの絵柄のキャラクターが出るアドベンチャーゲームってこうインプットすればいいのかな？個性的な住人が集う災なき町かな？に、一人の不穏な探偵がいた。彼の名前は、天道サイガ。なんか、天道ドクターって昔言ったけどね。DS で2作品だけ出てね。なくなっちゃったけどね。彼は、普通の探偵とは違う、唯一の武器を持っている。それは、卓越した頭脳でも、超人的な肉体でもない。そう、彼の武器は、世界最強の大猛風。立てば貧血、座れば貧乏。歩く姿は幽霊か死神か、依頼はいつも失敗ばかりの名探偵。しかしそんな彼のもとに、謎の占い師ヒンレイっていうのはこれやっぱ貧困的な意味合いなのかな。ヒンレイが現れ、彼の運命は徐々に好転するはずが、町には邪神の影が迫っていて、邪悪なる神と不幸探偵が出会うとき、災なき町に何かが起こるということですね。はい。ということでね、ちょっと僕のこの設定したサイズだと半分しかキャラクターが映らないっていう、これもこれでちょっと災難に合ってる感じがするんでいいや、このままでいこう。システム紹介。不運探偵の陰に災難あり。マップ移動で災なき町を駆け巡り、不運の種を見つけ出せ、すべてのクエストをクリアして、災なき町の謎を解き明かそう。物語をテンポよく楽しめるカットインイラスト、スチルやキーボイスを多数収録。その他、クリア後解放されるサイドストーリーあり。で、こういう書き方をすると、もしかしたら全体マップがあって、拠点に入ると、その中でバストアップキャラの会話とかが、あとスチルがあったりするようなやつがあって、そこで選択肢とか選びつつ、なんか謎を解いて、次にストーリー進めつつ、なんか多分、なんかサイド、あ、でもこれクリア後って書いてあるもんな。まあ多分、いろいろこう拠点を移動することで、なんかストーリーが展開していくようなゲームなのかなってところがわかんないけど、まあ選択肢があるかどうかもよくわかんないんだけど。で、世界観。不運探偵の影に邪神の影もあり、テンポよいコミカルタッチのストーリーに、同帝党っていうのかな？黒白大黒天のタッグによるクトゥルフ神話のエッセンスを随所に盛り込んでおり、お届け、オカルトミステリーとしても存分に楽しめる。だから完全にこう、システムよりストーリーで、こう、不幸な探偵だとクトゥルフだからなんかいろいろ恐怖事が起こったりする。っていうところでいくと、何なんだろう、こう、単なる目に見えない不幸っていうよりは、もう桃太郎電鉄で後ろにボンビがついてるような、わかりやすいこう不幸が連続するゲームなのかなっていうのはなんかイメージができるけど、多分システムとかは、わからないんだよね、これだと。この感じだとないもんね。
じゃあもうこのまま、この後はギャラリー、あ、これ見るとちょっとわかんのかな。はい、ということで、まあ普通にバストアップキャラ、背景やってバストアップキャラがあってセリフがあるというアドベンチャーゲームのスタイルですね。うん、でなんかちょっとこうアイテム的なのを手に入れたのかな、わかんないけど、そういうのがこうアップでまあ出ると。で、まぁ、ちょっとスティルトまではいかないかもしれないけど、こういうちょっと特殊な絵柄もあると。で、3D のなんかモデルが出てくるぞっていう、ね、演出があると。で、これはわかんない。これはアニメーション演出かな。これもアニメなのかな、スティルなのか、よくわかんないな。これが多分拠点で、こう多分ちょっと、濃くなってるような建物が行けるところなのかな。で、行けないところは多分雲で隠れてるとか、そういう演出なのかもしれません。わかんないけどね、これだけだと。ということでね。体験版出てるみたいです。はい。あ、Windows 版、エピソード1がまるっと遊べる体験版配布中だそうです。まあ、これ遊んでみるといいんじゃないかな。人に合わせる人。はい。ということで、タイトルが災難探偵サイが名乗できない怪事件。ジャンルがコミカル災難アドベンチャーで、スイッチ版が2023年3月3日発売で、価格未定になってるけど、これね、5200円、税抜き5200円だから、税込みだと5720円かな、ということらしいです。で、セロ B で、対応言語、日本語、英語、繁体字ってあるけど、これ、普通に日本のゲームだと思うから、まあまあいいや、はい。ということになっています。ということで、情報がね、なんかシステム面の情報がないんで、まあ、アドベンチャーって言ってもバストアップが出て会話するぐらいの、ね、イメージしかつかめなかったんだけど、まあ、選択肢があったりとか、多分、なんかね、こうアイテムをなんか使うとかそういうのもあるのかなっていうのがうっすら想像できるぐらいで、まあ、よくわからないですね。だから、このゲームはストーリーを楽しむゲームなのか、こう推理攻略を楽しむゲームなのかって、ちょっとその辺がね、いまいちピンとこなかったんですけども、ちょっと B 級の匂いはかなりするんで、あとメーカー名初めて僕聞いたんで、まあ家庭用ゲーム機ではあんまりこうまだこなれてないところなのかもしれないかなって想像をしております。はい、それ以上何も言うことはないです。はい、ということで、このチャンネルに応援いただける方はぜひグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、さっかんでした。